うまいんじゃない和田くん。まさかここで追加点取るのが和田くんとはな。成長したな。うんうん、井口監督も今うんうんって言ってたわ。成長した。ここで追加点取ってくれるのが和田くんなんだもん。今までなんかオースティンだのね、正吾とかだったのに、ここでタイムルスの和田くんなんだもん。いい、微笑ました。危ねえって。おい、なんかここでここが勝負だろ。ここら辺は知ってる知ってる。ここでコーチが声をかけました。ここで声をかけました。出てきました高津監督。テストな、お前ならやってくれると信じてる。ヤクルトファンが見守ってるこの神宮で打ってくれると信じてる。高津監督が言いました。打つんかい。もうちょっといい勝負したかったな正直。まあ、うちらにとって日本が狭すぎたのかな。行こうぜマンカフェ。今年1年よく頑張ってくれた、ね、ヤクルト相手にも日本シリーズまさかの4連投、まさかの4試合で4登板、結構過酷なね、まあ、試合になってしまったけど、その中でしっかり抑えてくれたマンカフェ、お前が MVP だよ。ああ、日本って狭いな。4盾で終わるんだもん。